今回だけは勘弁してくれ。それを持っていかれたら俺は血類を治めるのが母国に住むレブナムが定められた義務だ。例外はない。許せるぜ。になるしかないんだ。血類がなければ俺たちは数少ない人間のほとんどがシルバの管理下にある。俺たちのような村のレブナントは死人の狂いで血類を探さなくちゃならないのさ。たとえ他のレブナントを犠牲にしてでも。血が当たったんだろうな、きっと。せめてあいつだけで助かってくれれば。ここは記憶の残滓、失われた記憶がたゆたう場所。参りましょう。あの階段を進めば、ここは参り。これはアナロストの過去。これは今のは一体記憶。あの血液に刻まれていた持ち主の。まさか俺も一緒に引き込まれるとは。溶け合ったのですね、あなたと。信じられない。これもお前の力なのか。ついてきてくれ。今は休める場所が必要だろう。俺はルイ、血類の研究をしている。よろしくな。ひどい景色だろう。クイーンに勝利した後、突然現れた赤い霧。あの霧の出現によってあらゆるものが閉じ込められ、シルバが君臨するレブラント社会が誕生した。霧の牢獄、霧に閉じ込められたこの世界はいつしかそう呼ばれるようになった。血を求めて危険な正気の中を歩き回り、何度も死に戻りながら血類を探していく毎日。レヴェナントには血が必要だ。
血に乾けばあの化け物ロストに変貌してしまう。お前を捕らえた連中たちもまたロストの恐怖におののき血を求めた。ありきたりのレヴナントだけれど、さざ波はたった。お前は正気を晴らし血類の泉を再生させたな。どこでその力を手に入れた？記憶の欠損か。他に覚えていること？珍しいな、ほとんどの記憶を失うとは。彼女もそうだったが。しばらくゆっくりするといい。ここは好きに使ってくれ。少し疲れが見えるか。話の続きはまた後で行おう。彼女もこんなところに連れてこられて心細いはずだ。声をかけてやるといい。少し疲れが見えるか。話の続きはまた後で行おう。彼女もこんなところに連れてこられて心細いはずだ。声をかけてやるといい。ここは暖かいですね。私のことを知りたいと皆さんが語りかけてくれました。でも皆さんが知りたいことは何一つ覚えて、私が覚えているのは名前。わかりませんが、やるべき子ですから。あなたのことを探しているときに怪我を、見ない顔だね。まあ別に私はここ。悪いけど
レーブナントってのはおかしな真似はしないでくれ。レーブナントおかしな、はじめまして。私はリン・ムラサメ。ちょっと事情があって自分の、ごめんなさい、あなたと探索に。お前か、俺はデイビスだ。念のために、その時は。またあなたはこレブナントと、レブナントどんな力、thank you。
記憶を体験し、申し訳ないが、もらうと言って分析結果が出るまでしばらくかかる。奥にある部屋で休んでいてくれ。悪いけど血縁あなたのお前のレベナントにところがお前のもお前は以前俺とボイド型に関する推今から推測が正しければさあ行くぞ。村雨やココのところに顔は出したか。レヴナントのもう一つの牙改めて見直してみる。確認が終わったらまた来よう。あ、おまっ武器を鍛えたいときはこんなご時世。どの吸血合奏を強化したい？どの武器を強化したい？化してすっかり変色。ちょうど使ってる道具に。新しい武器を何か買ってく？
それじゃあ。レーブのお菓子。大抵のもっと、お題さえ用意してくれ。何でも揃ってるよ。また来な。もう一度言っておくが、前に見た記憶の内容を覚えているか。あれがこの世界の日常だ。生き残った人間の多くがシルバに保護されたため、レヴナントは血の代替物である血類を飲むことで血の渇きを癒してきた。だが形あるものはいつか必ず壊れてしまうように、血類を生み出す泉もまた枯れていき、徐々にその数を減らしていった。シルバによる血類の徴収と分配による秩序の維持もそろそろ限界が近づいている。この世界には必要なんだ。分け隔てなく平等に分け与えられるほどの血類が。そのために俺たちは霧の牢獄を探索し、血類の研究を続けてきたが、レヴナントをさらなる上に誘う正気の存在が調査の進展を阻み頭を悩ませていた。だがようやく可能性が見えた。お前の力があれば、過酷な戦いにお前を巻き込むことになる。それでも俺たちにはお前が必要なんだ。協力してくれるか。ありがとう。交渉成立だな。よし、じゃあたった今からお前は俺たちの仲間だ。俺はヤクモ東雲、お前の力楽しみにしてるぜ。早速今後の方針について説明しておこう。俺たちはここで血類の泉の研究を続けてきた。血類の泉の活動原理、血類の肥大周期や構成要素、その中でいくつか分かったことがある。まずは毛細血管のような管、いわば血脈のようなものが地中に張り巡らされていること。次に、あらゆる泉は必ずこの地脈の上に群生しているということだ。そして血類と地脈の成分を比較検証した結果、ほぼ同じ成分で構成されていることが判明した。要するに血類の泉は地脈の流れに沿って発生していると推測されるってわけだ。ここのどこかに血類を生み出す源、血類の源流とも言うべき場所がある。お前の力で正気を晴らし、血類の泉を調査して地脈の流れをたどっていけば、血類の源流にたどり着けるかもしれない。だよな。まずは旧市街地の調査を進める。早速で悪いが、準備ができ次第出発しよう。どうしたの？私と血縁あなた。
それでは。どうかした。この牢獄発生時だが今準備が